はい、こんにちは、やすです。今回は、もうだいぶ登録者数も結構増えてきて、まあ、返せてないコメントだとかも結構あるので、今回はまあ、いくつかピックアップして、まあ、この場を借りてコメントに対する返信をしていきたいと思って、まあ、今回はそうすることにしました。コメント全部一応目を通してるんですけど、僕のチャンネルのコメントで面白いなと思うのは、結構なんかみんなが指導者っていうか、結構詳しい人たちがコメントしてきて、なんかそれぞれが自分たちの意見を言い合っているようなのも結構見られるから、そういうのは面白いなと思うんですけど、まあ、よくわかんないことを言ったりしてる人もいたりとかもして、早速まず1人目、トンファーはすごく使える武器で、まあ、便利だと思うんですけど解説してほしいっていうリクエストが来たんですけど、その質問についての話をしていきたいと思います。まあ、もちろん空手って昔から結構トンファーって使ってる人多くて、うちの道場にももちろんあるんですけど、まあ、正直あんまり熱中して練習したことがなくて、まあそれになんでかっていうと、トンファーって特殊な形してるじゃないですか。まあ見たことない人はまあこんな感じですで、まあこういう感じの武器なんですけど、まあとにかくまず使いづらいし、僕の一つのまあ流儀っていうか考え方として、実際こう道にあるもの、まあ、喧嘩とかになったらまあ道にあるものしか使えないじゃないですか。まあ、武器としては常にトンファーを身につけているわけじゃないし、そうなった場合あんまり使えないかなと思って、僕は結構だから杖とかの方が好きなんですよね。杖とかまあ孫悟空が使ってるようなやつですけど、ああいう方がまあそこら辺にあるボッコとか使えるから、あればですけど、そこら辺が一番役に立つのかなって思ってて、トンファーの形したものなんて近くに落ちてることなんて絶対ないし、まあ、それがまあ一つトンファーはあまりやらない理由ですね。でもう一個が、今ちょっと言ったけど、まあ、使いづらいっていうところ、操作がしづらいし、まあ、武器としてあんまり強くない方なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、確かに相手に、まあ、コメントでもあったんですけど、相手に取られてもまあ相手は使えるかってなかなか使えないかもしれないけど、まあ、自分も使いづらいし、トンファーですごい人っていうのもよく知らないし、まあ、あんまり僕はなんか興味を持てなかったですね。それであんまり練習してないです。まあ似たような道具で、まあ、サイとか、あとまあヌンチャクとか三節棍とか、まあ、そこら辺もあんまりだから実際使うことなんじゃないだろうなと思って、あんまり練習はしてこなかったですね。剣とか杖とかの方が、まあ、昔の剣豪だとかいたりとか、まあ、その道具持ったらすごい強い人たちとかいたりするわけだから、まあやっても損はないかなと思って、まあちょくちょくやってはいるんですけど、ということで、まあ、僕がまず、まあ、トンファーはあんまりこう解説できるほど練習してないっていうのと、まあ、あんまり、まあ、今まで のこれらの理由からあんまりやんなくてもいいのかなっていう感じで考えてるので、まあ、できません、すいませんっていうことでした。じゃあ次いきます。武道家は頭が固い人が多いですっていうコメントをいただきました。これについてなんですけど、まあそんなことないと思うんですよね。まあその武道によると思います。それはで、特に古武術、合気道をやってる人は頭が固い人は確かに多いです。そしてその人たちが強いかって言われたら、言うとそんなに強くないっていう多いですね。頭だけこう膨らんでいっちゃって結局はできないっていう人が多いと思います。合気道、古武術は多いですね。間違いないです。それは、まあ、空手とか、まあ、キックボクシングとか総合とかやってる人はそんなに硬い人多くないんじゃないかなって思います。まあ、僕の、まあ、個人的な見解だけど、実際 にできない分、理論で相手をこう丸め込んですごいって思われる先生が多いのかな。なんかそんな感じがしますよね。だからなんかまあ素人とかが入門してくると、バーって説明してるうちにはこの先生すごいってなっていく人がいるのかな。で逆に僕なんかは、まあ、バーって説明されたら、じゃあやってみてくださいって思っちゃうんで、まあ、僕掴むから、じゃあ実際やってみてくださいみたいな思っちゃうんで、あんまり習うの向いてないんですけど、そういうところはだけど、まあそういう感じがしますね。なんか実践がないところほど頭が固い気がします。ということで次、何でもかんでも戦いに役に立つかどうかの観点で語るのは良くないと思います。武道を習う目的は人それぞれだと思いますっていうコメントをいただきました。これについてはまあ確かにそういうこともあると思うし、僕もまあ動画内で戦いに役に立つかどうかの観点だけで話してないと思うんですけど、まあ
そう捉えられちゃったらまあ仕方ないかなって、まあ、思うんですけど、武道をやる目的は人それぞれだと思いますっていうところについては、まあ、もちろんその通りだと思いますね。まあ、いじめられたくないからっつっていじめられる子が、まあ、習いに来ることだってあるし、まあ、ダイエット目的で来る人だっているし、まあ、それは健康目的で来る人だっているし、それはまあ人それぞれでいいと思いますよね。これから僕のチャンネルでも別に武道に生かせるってだけじゃなくて、いろんなことに役立つこととかも紹介していけたらなと思うかも思ってます。ということで次、これ何個か来たんですけど、まあ、僕の流派を教えてくださいっていうことですね。まあ、これについては、まあ、僕は4歳からもともと極真ってでっかい組織があって、そこからこう分かれていったじゃないですか。でその分かれていったうちの一つの流派で学んでたんですよね。まあ、僕それ大体多分4歳から高校卒業するぐらいまでかな、多分正確にはちょっと分かんないけど、それぐらいかまで学んでて、その組織でうちの父親が北海道の支部長だったんですよね。北海道の支部長を任されてて、でけどうちの親も武道に関係する本書きたいとかっていうことで、まあ、講談社とか、まあ、いろんなところから本出したいっていうことで、それをこう一番トップに行ったら、一番トップがそれは支部長だったらできないってことでことを言われて、それでまあ独立うちの親がして、で、まあ、そこでうちの親の道場でずっとやってたって感じなんですよ。合気道は、まあ、札幌にあるでっかい大東流の合気道の道場でずっとやってたんですけど、それは10歳からやってたんですけどね。それも途中でだからその本書きたいって話うちの親がして、まあ、独立して途中から自分の流派って思ってうちの親がやってて、まあ、そこでやってたって感じで、まあ、正直その僕が空手やってた組織も学ぶところはそんななかったですね。確かに強い人たちとかもちょくちょくはいたけど、まあ大して強くない、大してだったし、教えれることって言ったら、例えばなんか突く時にどこ当てるだとか、肘ちょっと角度こうするだとか、なんかそういうことしか教えない。本当の理屈のとこも、まあ、分かってないし教えないって感じで、だからまあパンチとか見てたら結構やっぱり素人みたいなパンチするし、まあ蹴りちょこっと上手いのかもしれないけど、まあ特に学ぶものはないなって思っていましたね。でもう合気道の方もまあいろんな技、すごい量の技あるんですよ。合気道って本当にすごい量の技あって、使える技は多分 10% はないかなっていう感じですね。多分 5% 以下だと思いました。あとはまあ習いに来る人って技を覚えることでちょっとこう自分がこう上手くなってきてるっていうか、こう成長の実感を持てるっていうところがあって、まあそれでまあ技いっぱい教えてるんですよね。僕はそんなことよりもまあ強くなりたいっていうところが強かったので、その使えない技はいくら覚えたってしゃあないなっていうところがあったので、大統領のトップの人たちとかも、まあ、僕がつかんで、まあ、例えば手首掴んで何かの技かけれるかって言ったら、まあ無理なんですよね。全く動かせないんですよね。でまあトップがそれない以上、まあ学んでる意味はないかなっていう。でまあそれこそそのパンチをさばくとかにしても、実際じゃあパンチ僕がした時にこの手を取れんのかって言ったら取れないわけですよね。そこに意味があるのかなと思ったら特にないなと思って、まあ使える技何個か覚えたらいいかなっていう感じで、まあそれはパパッと覚えたからもういいかなって思って、それもやめました。でその後はもう他のまあ流派とかチアホが顔出したりとかしたけど、特に学ぶものはなかったんですよね。でまあいろいろこう調べたり勉強したりしていくうちに、結構剣豪の考え方とか練習の内容だとかっていうのが結構感銘受けて、まあ、確かに生き死にかかっている中でこう切磋琢磨してきた技術っていうのは、僕らみたいなもう安全の中で育ったものとは違う、絶対に負けられないっていうものがあるから、それに対するその考え方だとかっていうのはすごく勉強になって、そっちをまあ一番目指すべきなんじゃないかなっていうところで、今は そういうことをやっていってますね。だからまあ僕は流派は今はないですね。持ちたくもないし、そういう型にはまりたくもないと思うし、ってことで今は流派はないです。ということで次、これも何個か来てたんですけど、武道は道だから道のまんまみたいな、それは道でしかない、大切なのは術だみたいな、武術の術の方だみたいな
意見が何個かあったんですけど、武道と武術って何が違うのかっていうとね、まあ術っていうのはまあ術ですよね。そのまあ実際の術理のところ、道って何かっていうと、その術から得た副産物的なもの、徳であったりとか考え方であったりとか思考であったりとか、そういうものがまあ道になっていくのかなっていうふうに思います。まあ、例えば、まあ、上手くなってきたら脱力が大事だと。でこれはまあよく考えたら他のスポーツとか考え方とかにでも脱力っていうところは大事だ、力を抜くってことは大事だと。あ、これは武道だけじゃなくて人生そのものでも脱力っていうことの大事さっていうのがあるんじゃないかとっていうこう流れでこう考えがこう至ったとするじゃないですか。したらそれはまあ道ですよね。それはそういう考え方は思うんです。道なんじゃないかなって思うんですよね。だからまあどっちがいいとかじゃなくて、その術学んでいけばこう道、自分が生きていく上で役に立つものが出てくる。ちゃんと道が間違ってなきゃ出てくると。いや間違ってても出てくるかもしれないけど、その出てきたものが本当にそれが合ってるかどうかは分からないけど、まあ、そういうのは出てきたものが道なのかなっていうふうに思います。よく人を殺しちゃいけないっていうことを言う人がいるじゃないですか。だけどいやなんでダメなのって言うと、まああんまりちゃんとした答え返ってくる人ってまずその時点でいないですよね。まあ、結局まあね、孔子とかの、己の欲せざるところを人に施すことなかれみたいな感じで、まあそういう風になってくると思うんですけど、結局だけどまあどの規模で考えるかっていうことによってまあ相対的になってくると思うんですよ。まあ規模だとかあと環境、時代によってそこら辺は相対的なものでしかなくて、結論というか正しい答えなんてないと思うんですよね。例えば戦争で人殺したら英雄だし、相手方殺せば英雄だし、普段刺し殺したら犯罪者だしっていうところがあったりとか、まあ地球っていう一つの生命体、まあ生きてるか分かんないけど一つのものに対して、ものからすれば人間なんてガンみたいなもんじゃないですか。だからそれでじゃあ人殺したら一人減ったら地球にとってはいいことじゃんってなるし、時代によっては殺人を肯定してた時代もあるかもしれないし、ってことでまあ相対的だと思うんですよ。そこら辺はそういう一つのことに対してもまあ答えなんて結構出すなんて難しいと思うんですよね。そういうところでちょっとずつこう近づく、この正解に近づけていくところがまあ得につながるのかなって思っていて、簡単に何でもこれはこういうもんだみたいなっていうのは多分その人の生活環境だとか生まれてきたもの、刷り込みだとか、その時にこう与えられた刷り込みだとか、そういういろんなものから来る、洗脳されてるというか固定観念を持って喋ってるだけであって、そのスコトーマっていうかね、それをまあ拭い去っていかなきゃ本当のものなんて多分見えてこないと思うんですよね。だからみんなが正しいと思ってることなんて多分大体その刷り込みとかでしかないと思ってるんですよ、僕は。だからそれをまあ道元も言ってるけど、そういうのを外していくことが曹洞宗の教えだみたいなところもあると思うんですけど、まあそれはまああるのかなと思います、僕も。だからまあ道がいいか術がいいかなんてことじゃなくて、まあ頑張って実際その努力して何かを学んでいけば、それによってそのことだけじゃなくて他にも使えるようなこともまあ副産物としてこう学ぶことができるよっていうだけ。まあ、だからそういう言葉遊びするっていうよりは、まあ実際やってなんか頑張ってたらいいんじゃないって思います。ボディービルの筋肉がなぜ運動で使えないのかっていうことについての動画を上げたんですけど、それについてのコメントで、ボディービルのと格闘家の筋肉を一緒にするのは素人の考え方だみたいなことで、まあ、批判のコメントがあったんですけど、まあそんなことは分かっていて、まあ僕がチャンネルの中で言うのって別にプロとかそういう人たちばっかりにフォーカスしてるわけじゃないから、世の中にはやっぱりそこら辺が、まあ、素人の人たちは特に疑問に思ってるところもあると思うんですよね。そういうところどうなのか、ボディービルの人だったら一番強いじゃんって思ってる人もいるだろうし、だからそこら辺のところをまあフォーカスするポイントが、まあ、幅広く持つために、僕はまあ分からない人から分かる人までみんなが分かりやすくできるようになるべく作っていこうと思っているので、まあ、そこら辺はまあ見当違いかなというふうに思います。確かちょっと専門的すぎてよく分かんないっていう素人の人の方がいっぱい多いと思うんで、そこら辺ちょっと悪いと思うんですけど、まあ、自分なりにそこら辺は工夫していきたいとこれからも思ってます。で次、これ結構まあ興味深いというか、まあ自分もその通りだなって思ったところなんですけど、なぜパンチって基本はこう横剣でこう縦剣じゃないのかっていうことにこうっていう質問が来たんですよね。
で僕これについてちょっと考えたんですけど、まあ調べたりしててもよく出てちゃんとしたの出てこないし、まあ基本っていうか、まあ実際そのことによって違うじゃないですか。日本憲法とかだったら結構こう縦剣やるし、ジーク運動とかでも結構縦剣がメインっていうかやってたりすると思うんですよ。だからまあ単純にやってる武道のその人口で、横剣のやってる武道の人たちの方が人口が多いから、それが基本っていうふうに思ってるだけじゃないかなっていうふうに思いました。まあどっちもあのメリットデメリットはあると思うんで、それをなんか横剣の方がいいと思ったら横剣やってるんだろうし、縦剣がいいなと思ったら縦剣やってるんだろうしっていう感じで、特に別にどっちが基本ってことはないんじゃないかなって思いました。横剣が基本だって、まあ、考えてるのであれば、まあ、横剣あの縦剣のメリットとして、まあ、どんなものがあるかっていうところは結構動画で他の人説明してると思うんで、そちらを見てもらえればなっていうふうに思います。まあ、僕はその時その時の場面でどっちで打つかっていうのは、まあ臨機応変にやっていくべきだと思うので、例えばもう ここら辺にこう相手の顔面あって、これぐらいの距離だったら、まあ下からこう打つか横からこうって打つかだと思うんで、まあその時横にするか縦にするかっていうのは多分僕のその時の反応に任せるかなって思うかなっていうふうに思いますね。ということでこんな感じでした。まあ他にもいっぱいコメントくださった方、まあ、今回紹介できなくてすいませんでした。まあこれからもコメントたくさんお待ちしてますんで、まあ、特に僕リクエストをくださると、まあ、自分ではいっぱい知識あったりとかあのやってきたこととかあるけど、あの動画でパッとついこれやろうってあんま浮かんでこないんですよね。何やったかってちゃんとこう言われなきゃ思い出せなかったりとかするんで、とあのよくあのリクエストとかくださるとすごく助かるので、あのお願いします。ということで今回は終わります。ありがとうございました。